どうもー、シュンス TV でーす。皆さん、新年明けましておめでとうございます。2021年もですね、変わらずシュンス TV をぜひよろしくお願いします。去年ね、2020年は皆様にとってどんな1年だったでしょうか。私シュンス TV にとってももういろんなことがある1年間でございました。だってちょうど去年の今頃、1年前、まあミスターマイクはもちろんですけど、ベンソン・ジョンソンだって仲間じゃなかったわけですからね。むしろベンソン・ジョンソンがめちゃくちゃ攻撃をしてきたわけですし、それにサニーサイドメンバーもまだ仲間じゃなかったわけですからね。こうやって1年間でどん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 いろんな仲間を増やして、今現在こんだけ大量でございます。もうそれだけじゃないですね。新しいおもちゃのパンフレットやポルカドットも去年仲間に加わってるわけですからね。まあね、本当におもちゃの量が増えましたよ。まあ今年もですね、まあロッツォが誰を仲間にしてくるかわからないですけどね。もしかしたらブックワームかもしれないですし、シドのおもちゃかもしれませんし、プロスペクターだってね、仲間に加えてしまう可能性もありますし、それだけじゃなくてアルのトイバーンからも攻めてくる可能性もいろいろ考えられるわけですからね。まあそれでも2021年、またさらにですね、多くのおもちゃを仲間に加えて、さらなるいろいろな企画もやっていきたいなと思っておりますので、今年もぜひよろしくお願いいたします。なんかね、年明けて一人でこうやって喋ってんのも寂しいな。そうだ、ジェニーちゃん、せっかくだからスーパーベビーをここに連れてきてください。お願いします。おおお、行きました、行きましたよ。もう私の大好きな大好きなスーパーベビーと一緒にお話がしたいと思いますので、スーパーベビーが来てくれるのを、おおおお、スーパーベビー、今日もサニーサイド保育園から来てくれてありがとう。いや、アンさん、あのちょっとあんまアップすぎると照れちゃうんだよね。ちょっとアップすぎだよ、僕も女の子なんだよ。いや、スーパーベビーはいつも明るくて笑顔が素敵だね。いや、スーパーベビーごめんね、今お兄さんちょっと一人で寂しかったから、スーパーベビーをジェニーちゃんに頼んで連れてきてもらったんだ。やっぱね、スーパーベビーがいないと寂しいからさ、スーパーベビーが来てくれたおかげでなんだかとっても楽しいよ、スーパーベビー。いや、そんな一人で寂しいならさ、セレモニーさんも呼んだら、あの人なんかミステリアスで面白いじゃん。確かにそうだね、セレモニーさんも呼んだ方がもっともっと盛り上がるかもしれないね。あ、そうだ、セレモニーさんってとっても謎に包まれてるから、そうだ、セレモニーさんを呼んでお面を取ってもらうとか、あー、もしくは編成機を外してもらうとか、いろいろなこと、ちょっと今日は新年だし頼んでみようか。ということで、スーパーベビー、まずはセレモニーさんを呼びたいと思いますので、ジェニーちゃんお願いします。セレモニーさんを連れてきてください。お願いします。おおおお、行きました、行きました。いや、それにしてもスーパーベビー、新年明けましておめでとうね。スーパーベビーは一応ね、1歳超えてるから、新年迎えるのは2回目ってことなんですかね。正直、あの新年とかあんま興味ないんだよね。ミルクには興味あるけどさ。いや、そうだ、セレモニーさん来るからさ、セレモニーさん来るからさ、ちょっとこれこういう風にしてあげて、こういう風にしてあげて、で、これでさ、スーパーベビー、あとはセレモニーさん来るの待とうよ。おおおお、セレモニーさん。あ、どうもどうも、セレモニーです。あ、新年明けましておめでとうございます。いや、新年明けましておめでとうございます。あ、ベビーちゃんもね。それにしてもセレモニーさん、今日は新年明けたということで、せっかくですから皆さんにちょっとだけこう、そのシークレットを取るというっていうかですね、あのお面を外すとか、まあ、あるいは編成機を取るか、あれれれれれれれ、まあちょっとそういうのしてもらいたいなと思うんですけど、どうでしょう。いや、私はですね、いつまででもこの謎のままでいたいんですよね。はい、じゃあわかりました。あの、どっちか一個だけ、お面を取るのか、編成機を外すのか、どっちか一個だけだったらやってもらってもいいですかね。悩ましいですけど、まあ、じゃあ新年一発目ということで、わかりました。どっちかだけ外しましょう。いやー、皆さん、よかったです、よかったです。オッケーしてくれましたよ。じゃあ、あの、セレモニーさん、あの、編成機を取るか、お面を取るか、ちょっとどっちか決めて、あの、一回外出ていただいて、で、それでまた入ってきてください。じゃあ、お願いします。はい、じゃあわかりました。じゃあ皆さんちょっと待っててくださいね。すぐ来ますからね。はい、じゃあ失礼します。いや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 、大
楽しみだな楽しみだな。いやー皆さん、ついにこれでセレモニーさんの正体がわかる。わかる。いや、だからさ、だからアップしないでって言ったじゃん。何回言ったらわかんだよ。はい、じゃあセレモニーさんにね、入ってきてもらいたいと思いますのでね、準備できたんですかね。いやー、それではセレモニーさんの準備できたんですかね。ちょっと楽しみですね。お、セレモニーさんにじゃあ登場してもらいたいと思いますので、お願いします。いやー楽しみだな、楽しみ。スーパーベビーもめっちゃ気になってますけども。さあ、果たしてセレモニーさんは、お面をしているということは、変声機の方を外してくれたっていうこと。いや、私セレモニーさんの変声機を外した時の声は聞いたことないですからね。セレモニーさん。はい、皆さんこんにちは、セレモニーです。ああ、本当に変声機を外してくれましたよ。いや、スーパーベビーも気になってますけどもね。セレモニーさん、ちょっとスーパーベビーどうですか。すごい可愛いです。いやー、なんか変声機外すだけでだいぶ雰囲気変わりますね。皆さん、これが変声機を使っていないセレモニーさんのちゃんとした声でございます。いや、ね、皆さんになんか一言よかったら、今年ね、2020年明けて今2021年ということでね、どんな年にしたいですか。そうですね、アンティークショップを守れるように、やっぱほら、ひよこ鑑定士がクビになってしまったので、ちょっとお金を稼げるように頑張りたいと思います。モニーモニー。はい、ということらしいんですけどね。はい、じゃあね、セレモニーさんとスーパーベビーが来てくれたということでですね、はい、とっても賑やかなね、2021年の一発目になりましたよ。イエーイ。なんだよそのお面、喧嘩売ってんのかよ。僕に貸せよそれ。ね、スーパーベビーはもう辛口でとってもね、可愛らしいベビーでございますからね。それにしてもスーパーベビー、2021年多分あれだよ、スーパーベビー卒業だからね。いつまででもベビーじゃないからね。いや、そんなん分かってんけどさ、デロリアンスタイなしで喋れるようになるよ。そしてセレモニーさんなんなんだよ。ということでですね、じゃあセレモニーさんとスーパーベビー、今日はですね、お忙しい中来てくれてありがとうございます。はい、はい、どうもありがとうございます。じゃあ今年もね、二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあジェニーちゃん、送ってあげてください。お願いします。おおおお、行きましたね、行きましたね。いやー、ジェニーちゃんの瞬間移動はとっても早いですからね。おおおお、ジェニーちゃんありがとう。さ、スーパーベビーも今日は来てくれてありがとうね。はい、じゃあジェニーちゃんね、よろしくお願いします。スーパーベビーも連れてってあげてください。お願いします。おおおお、行きました、行きました。いやー、でもね、本当に2人が来てくれたことですごく豪華な感じになりましたからね。おおおお、ジェニーちゃんありがとう、瞬間移動で送ってくれて。ということでですね、皆様も2021年、とても素敵な1年になりますように祈っております。そしてですね、セレモニーさんやスーパーベビー、その他にもですね、様々な人に支えられて、シュンズ TV はこれからもやっていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。おいおい、新年も明るく過ごそうぜ。キャビット、そうだね。今年一発目の笑いはキャビットで決まりね。整いました。お正月とかけまして、パチンコと解く。その心は？どちらもお年玉があるでしょう。キャビット面白いね。笑いが止まらないわ。キャビットです。皆様、新年明けましておめでとうございます。今年も一年間、我々トイストーリールームのおもちゃをよろしくお願いします。リトルグリーンメンに質問、ウルトラマン知ってますか？どこかで聞いたことがある、宇宙からやってくるスーパーヒーロー、我々も宇宙にいるからとても興味がある。これを見てる皆さん、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。してくれた人はみんな我々にとって神様。そして感謝永遠に。